ついにこの時がやってきました。世界一の栄冠を勝ち取るのは一体どちらなのか。行け翼、我々の大きな夢を乗せ世界の大空に羽ばたけ翼よ。翼、さあ行こうみんな。もらった。余裕だな。今のわしに近寄るんじゃねえ。しまった。おら、よし、カミソリパスタ行くぞ。タケシ、ヒラナさん、ハイネ、行け。俺たちの空中技、ここだ。ナイスだ。ここからだ。全力で行くぞ。みんなこの調子で行くぞ。行こうみんな。俺たちの夢、全国制覇 V3 の夢に向かって。翼、約束通り応援に来たぜ。お前が大空翼か。この試合お前に活躍はさせん。キルト、行け。森崎、さっきと逆だ。逆に飛べ。何、俺は翼、一人でも高く飛ぶんだ。このままじゃ頭を。少しぐらい骨のあるところを見せてくれんと、何のためにわざわざ九州から出てきたかわからんたい。どうした翼。俺のドライブシュート、まず初めに食らうのは君たちだ。な、何。中盤を制する者が試合を制する。このチャンスに全てをかける。何。ダメだロベルト、お前は本当にここまでなのか翼。行くぞ翼、最後の勝負だ。もうダメだと思った瞬間、ヒューガ君は俺にタイガーショットを打って俺を目覚めさせてくれた。俺はまだ終われないんだ。必見。な、何。どうしたら俺は翼に追いつける。ヒューガ君、これだ。これが翼のサッカー。何。いや、これが本当のサッカーだ。ひねさせるか。見たか、これが俺の力だ。なんだって、フランス国際ジュニアユース大会が中止。大変だ。日本サッカーの成長にとってこのチャンスを逃すことは絶対にできません。そうだ、あいつをチームに入れたらどうだろう。改めて、俺がサッカー部キャプテンの松山だ。何があっても絶対に全勝したいからな。一言ではなかなか言いにくいかな。プレイするのはお前一人じゃない、みんながいるんだ。こんな遅くまで。君ならば僕が試合に出ていない間、武蔵中の選手たちを引っ張っていける。俺たちが最強だって分からせてやるからな。まさか本気でタックルに行くなんて。キャプテンの怪我が悪化したらどうするんだ。サッカーに年齢は関係ねえ。いいか、絶対に誰にも言うなよ。やった本間さん、ナイスパス。もらった。よし、行くぞ。よし、今だ。それ、俺たちの力を見ろ。その傲慢なまでの自信、まさに俺が求めていたライバルだ。そして新たなる大会へ向けての準備は着々と進行していた。やってきたぜアメリカ。俺も早く自分の力が試してみたい。アメリカで行われる新たなる世界大会、ジュニアユースワールドチャレンジ。それ、君のドライブシュート打ってきたまえ。どんなシュートであろうと俺の黄金の右腕で止める。今日は勉強させてもらいます。勉強なんてそんな。だから
僕がみんなの良さを引き出せれば間違いなく勝てるんだよ。俺たちが必ずお前を輝かせるからな。サッカーは格闘技だぜ。思い知ったか日本、弱っちいお前たちじゃ俺を止めるなんて無理なんだよ。はあ、こんなもんか翼。怪我だけはさせないでくれよ。俺たちのことを舐め切ってる。今こそサッカーの母国の誇りを、俺たちの力を見せる時が来た。俺たちのスピードについてこられるかな。勝ちたきゃ俺にボールを集めな。ついてこられなさそうだな。ヒャッホー。フランスで行われるはずだった国際ジュニアユース大会、それを奪われた屈辱を晴らすためにな。今だ、みんな制服だ。行くぞナポレオン。ああ、目指すは塔の頂上だ。カールはもう一人前の男だ。大丈夫さ。ミラ、任せたぞ。うん、みんな行くぞ。チーム全員で世界一を勝ち取るんだ。俺も今日は人生最高にマジで行きますよ。俺とシュナイダーさんでドイツを世界一に導きましょう。若林、ハンブルクでチームメイトだったお前とついに対決する時が来たな。容赦はしないぞ日本。バンダイナムコ